体何が。みんなはビースト兵に襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。せっかちね。ちょっと待ってて、今結界を解くから。さ、これで OK よ。
い。危ないよ。早くお家に帰りな。だって。シャルロット、大丈夫か？うん。そうかい。どこか怪我でもしたのかと思ってびっくりしたよ。いつもの元気なシャルロットのようだね。司祭様、シャルロットのことでちょっと。おお、ヒース、わしの孫シャルロットがどうしたんじゃ？最近あまり元気がない様子。まだ幼く見えるとはいえ、エルフの血を引く15歳、例の現象を敏感に感じ取っているのかもしれません。そうか、見たまえヒース。マナの女神像が涙を流しておる。そして
昨夜の湖の上に現れた光。ええ、夜中だというのにまるで昼間のようなまばゆい光でした。あれは分からぬ。じゃが最近のマナの変動と何か関係があるはずじゃ。光は対岸のアストリアの村の方に消えた。すまぬが行って調べてきてはくれぬか。はい、かしこまりました。それにジャゾの方からも邪悪な気配を感じます。念のため滝の洞窟には外部の者がウェンデルに入れぬよう結界を張っておきましょう。いけません。今日は神殿の中にいてください。話すでち、ヒースを助けに行くんでち。意地悪な親父でち、別の場所から出てやるでち。これを誰にも見つからないように用意するのは大変だったんすから。じゃーん、これはバネクジャコといってですね、超すげージャンプができるんですよ。どこで手に入れたかは秘密。生意気言ってるんじゃないでち。こんなもんでどうしようってんでちか。これを使えば大人たちに見つからずにアストリアまであっという間に行けるはずです。さあ急いで、見つかったら大目玉食らっちゃいますよ。それお、いけねー、失敗だ。う、嬉しいらね。
お嬢ちゃん？大丈夫？ダメみたいね。しょうがないな。あら、目が覚めたようね。もう大丈夫。ここはアストリアの宿やよ。ごめんちゃい。ミックのやつ、帰ったらお仕置きでち。じゃあ、私は用があるから行くね。今夜はもう遅いから、お嬢ちゃんはこのままここで休んでいきなさい。この晩は親切な人に会って助かりました。さあ、こうしちゃいられまちゃん、早くヒースを探すでち。なんだお前、こんなところで何をしている？お前たち、ビーストキングダムの獣人だな。なぜこんなところに？こいつ、ウェンデルの神官だぞ。我々を見た以上、このまま返すわけにはいかんな。ウェンデル信仰の邪魔になる。なんだって、そうはさせん。このガキは。なんでちか、あんたさんたち。痛い痛い、離すでち。シャルロット、やめろ。
その子から手を離せ。シャルロット、もう大丈夫だよ。でもどうしてこんなところに。ヒース、あのね、シャルロットね。シェル、何か来る。怖いでち。危ない。ホーリーボールの使い手の割にあっけないな。しかしなかなか高レベルの術者のようだ。こいつは思わぬ拾い物をしたわい。うわぁ、バカ、ヒースに何するでちか。なんだこのチビは。引っ込んでろ。突如現れたビーストキングダムの獣人たちとヒースを連れ去った謎の男。シャルロットの周りで何かが音を立てて動き出した。光の司祭に会いにウェンデル行くところだし。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちから。さ、ちみちみぼさっとしてないでお孫さんを丁重にウェンデルまでお連れするでち。うん、こいつ。さあ、ウェンデルはすぐそこでちよ。忍べたち、シャルロットについてくるのでち。この子、まだ小さい。オイラ、しっかり守る。
出てきたぞ。ウェンデル着いた。これでカール生き返る。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。いい商品揃えてるよ。ワクワクです。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。気に入った。いい仕事してるでち。またのお越しを。
あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。光の司祭ガール、生き返らせて。大切な友達チビウルフ、ガール。お主、名は？そうか、よく聞け、ケビン。命ある者、いつかは死というものが訪れる。それは避けては通れない生きる者の宿命。命は一つ、かけがえのないものだからこそ尊い。だがそれはまた新たな命の誕生につながっている。カールの命は戻らぬが、その魂は今もお主の心に生き続けておるじゃろ。それじゃもうカールは、お主の心の中にカールが生き続けてさえいれば、いつかきっとお主の前にカールの生まれ変わりが現れる日が来るじゃろう。そんな囚人を、おいら絶対許さない。カールの敵撃つ。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。そんなフェアリー、どういうこと。ごめんなさい、マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。フェアリー、今元気。光の神殿来た。もうオイラ関係ない。オイラから離れてそのじいさんに取り付け。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなオイラ困る。マナの剣関係ない。今すぐカールの仇を取りに戻る。でも今のままじゃ獣人王に勝てないことはあなた自身が一番よく分かってるでしょ。マナの剣さえあれば獣人王より強くなれるのに。本当か？オイラが獣人王より強く。ちょっと待て、マナの剣一体何？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。その剣さえあれば獣人王に勝てるんだな。おいら行く。で、
そのマナのなんとかってところにはどうやって？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え、滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。シャルロットもついていくでち。ヒースを探すんでち。あんたさんがダメって言ってもついていくから断っても無駄でちよ。いらっしゃい。